SDS、 これについてで10秒で説明してください。それでは行きましょう。お願いします。3、2、1、GO。斉藤童貞相馬。お前ふざけんなよ。おいやめとけ、おいやめとけ、やめとけ、お前バカじゃないよ。何して、何してんの。おいもう何色、あ、終わり終わり、今日終わり、いろんな意味で赤も、お疲れ様です。ありがとうございます。ゆかりさんが毎回あのスタジオのお菓子を整理してくれて、ね、持ってきてくれてたし、ね、でも私が差し入れたお菓子はなんか臭いって言ってた、うん、あった。あれちょっと、その話します。あれはちょっとおかしいです。それだけ言うとうカメラさんがそう言ったみたいになるが、そうじゃないんです。こんなどうでもいい話していいのかな、これ。今日のファッションとってもない失敗した、このワックス姿。やめろよ。どこの雑貨屋の店員やそれお返しされなさい、あんた。ひどい、なんてこと言うんだよ。名誉名誉、相違ですからね。あの、違います、ゆかりさんが言ったんじゃなくて、全員がひかさんが持ってきたお菓子があまりにも変な匂いがして誰も手をつけなかった。ちょっと変わり種だったんだよね。結構変わり種、まあ好きな人は好きかな。たくあんチョコ、ちょっと具体的に言わないやめなさい。ないかな。ニコ生とかあるんだよ。先輩知ってるでしょ。先輩でしょ。いつまでそんなこう爆弾爆弾なのよ。僕はでも珍しく、そう普通に普通に、うん、おいしいけるって言ってた人っすよ。ドブダイ、ほら、ドブダイちょっとほらバカだから。バカじゃないよ。バカっていうかバカだよ、バカ。斉藤相馬くんのことはどう思いますか。なんだ、斉藤相馬くんのことはどう思いますか。斉藤相馬、はい、うん、さっき童貞だと聞いた。見ろ、やめとけ。見ろ、見ろ、黙秘するでいいだろ。そこそのかぶせはあかん。おい見ろ、そのかぶせはあかんって。ちょっと待って、お前見ろ、見ろになったからって強気すぎるよ。アホすぎやろ。バカだろ。黙秘するでいいんだよ。そこ黙秘でええねん。こいつ、大輔はヤバいやつですが、内山はヤバくないので、皆さんそれだけは覚えて帰っていただきたいなと。内山もそこそこヤバいけどね、うん、酔っ払うと結構ヤバいよ。それでも、それは信長だよって。俺全部話すぞ。何が、お前も話すぞ。俺も話すよ。何何何、今のちゃん大丈夫、怖くないよ。怖いよね、うち怖いよ ね、 なんかね。俺じゃねえんだよ。大丈夫、大丈夫です。お客さんの気持ちになっていればこんなまだ北田さんに悪気はなかったということだけを。皆さん、相馬くん、相馬くんごめん、相馬くんごめん、相馬くんごめん、ただただ本当にごめん、相馬くんだけに謝罪を我々。すいません、相馬さん、相馬さん、AT1 さん、すいません、すいません、どうぞ。会社開けて、こんにちは。